皆様ごきげんよう、みやびでございます。今日はこちらカルディで10点の購入品約5000分をご紹介したいと思います。今回10点購入して5000円ということで、一つ一つが結構お手頃なんですよね。なので気軽に食べれるおやつとか、季節を感じられるアイテムなどいろいろございますので、また皆様のお買い物の参考にしていただけると嬉しいです。では今日も早速スタート。今回私がお買い物に行ったのがハロウィンがちょうど終わった時で、まさにクリスマスのアイテムを段ボールからね出しているみたいな、そんな瞬間でした。なのでそこまで数は多くないんですけれども、うちもねクリスマス系アイテムを2点購入しておりますので、まずそちらからご紹介したいと思います。1点目がこちら、オリジナルチョコカレンダー森のクリスマス448円。ミルクチョコレートがたくさん入った可愛いアドベントカレンダーです。結構こういう子供向けのおやつのアドベントカレンダー、クッキーとか焼き菓子がねいろいろ入ってたりとかして、卵が入っているのでうちは食べれなかったりするんですけれども、毎年このカルディの薄いアドベントカレンダーはね、本当にもうただちっちゃいミルクチョコレートがねちょっと入ってるだけなので、卵が入ってないのでね、毎年こういう感じのタイプを購入しております。他にもこのタイプのアドベントカレンダー、ちっちゃめのサイズとかデザインもねいろいろ選べたので、すごいこう気軽にね買えていいですよね。はい、中はこのような感じで可愛いシールもついております。この日付のシールを自分で貼って、まあ、どこからね開けていくか自分で選べるみたいな感じで、可愛い数字のシール入りです。まあ、まだクリスマスまでねちょっと日がありますので、うちはこんな感じで絵みたいに立てかけてクリスマスのね気配をちょっとずつね小出しにしていこうと思います。はい、そしてもう1点目がこちら、クリスマスコツメカワウソ698円の商品です。ちょっとこちらオンラインの方で見たら商品が載っていなかったんですけれども、店頭の方でねちょうど段ボールの中にこの子とあとはテディベアが2種類入っておりました。可愛いですよね。でももうおやつといってもね、本当にもう申し訳程度のキャンディー1個持っているだけなんですけれども、こんな感じのキーホルダーがついていて、バッグにね通すことができるようになっております。まあ、一応このね中を開けてみますと、こんな感じで、あ、キャンディーじゃなかった、チョコレートですね。星型のちっちゃいチョコレートが一つ入っております。クリスマスにテディベアとコツメカワウソっていうチョイス、ちょっと珍しくて面白いですよね。子供同士のおやつ交換とかにね喜ばれそうですよね。プチギフトにぴったりだと思います。はい、では次はこちら、エビのビスク378円。これ今密かに私ハマってて、今回ねリピート購入です。しかもねもう開いちゃってます。いやこれね美味しいんですよ。しかもめちゃくちゃ簡単。この中に入っている乾燥ご飯とこのスープリゾットの粉をね大きめのマグカップに入れて、 160ml のお湯を注いで3分間かき混ぜるだけでスープリゾットができるんですよね。私は作るとき毎回とろけるチーズもね入れるようにしてます。そうするとさらにスープにとろみが出て、よりねなんかこうちゃんとしたリゾットみたいな感じになるので、めちゃくちゃ美味しいです。これ本当におすすめです。はい、では次はこちら、産地の選べるお味噌汁16食入り462円。こちら信州味噌、仙台味噌合わせ、三州豆味噌合わせ、九州麦味噌合わせ、4種類のご当地ごとのお味噌汁を楽しむことができるセットです。これねもうザ大人の娯楽っていう感じですよね。めちゃくちゃ良くないですかこれ。私去年の冬に博多に行った時のもうご飯の美味しさが忘れられなくって、特にねお味噌汁めちゃくちゃ美味しかったんですよ。で帰り絶対味噌買って帰りたいと思ってたんですけど、なかなか子連れだと思ったルートに進めなくって買えなかったんですよね。なのでこれ見た瞬間、ああと思ってこちら購入してみました。この三州豆味噌合わせっていうのは赤味噌だと思うので、こちらも飲んだことあるんですけれども、こっちの信州味噌と仙台味噌合わせっていうのは飲んだことないので、こちらも飲むのすごく楽しみです。はい、では次はこちら、モヘジの黒糖棒250円です。黒糖美味しいですよね。こちらは九州産の小麦を使った九州地方の郷土菓子とのことで、もうまず間違いなく美味しいだろうということで購入しました。早速開けてみましょう。いい香り。
中はこのような感じで一つ一つ個包装になっております。ありがたいですね。私も黒糖大好きで、こうただの塊石みたいな状態のやつを沖縄からお取り寄せしてかじったりとかしてたぐらい本当大好きなので、黒糖お菓子見るとねついつい買っちゃうんですよね。サイズは駄菓子屋さんとかでよく見る黒糖棒よりもまあやや小さめですかね。食べてみます。やや固めでふわふわしすぎてないんですよ。それがすごい素朴で美味しいですね。ほんと昔ながらの黒糖棒っていう感じですね。めちゃくちゃ美味しいです。黒糖はカルシウムやマグネシウムなどのミネラルも豊富なので健康にもすごくいいんですよね。小腹が空いた時のおやつとしてねキッチンに置いとこうと思います。はい、そして次はこちら、おみかん食べる180円の商品です。なんとこちら完熟したみかんを薄皮付きのままドライフルーツにしましたということで、もうみかんなんてねみずみずしさが売りだというのにそれをねドライフルーツにしているっていうちょっと面白い商品です。味が全く想像つかないのでと思ったんですけど、なんかこのみかんねコラーゲン入りってちょっと喋ってるんですよね。面白そうと思って買ってみました。こちら愛知県の会社さんですね。はい、中はこのような感じです。なんか見た目も香りも結構ドライマンゴーっぽい感じですね。結構大きいです。あー食べてみます。これ何の味だろう。全体的にみかんっぽくない味だし、食感もドライマンゴーみたいな感じなんですけど、時々瞬間的にみかんの味がするんですよね。それですごい不思議な感じがします。これなんかみかんの味っていうよりはコラーゲンパウダーの味が勝ってるような気がしますね。なのでコラーゲンパウダーの味が苦手な方とかだと、もしかしたらねちょっと好み分かれるかもしれないんですけれども、まあ、みかん自体ビタミン C も取れますし、こちら薄皮付きっていうことで食物繊維もねよりたくさん取れると思いますので、まあまあ気軽なおやつのね変わり種の一つとしていいんじゃないかと思います。はい、では次はこちら、山椒香る鶏ごぼうおこわ537円。こちら私がカルディに行ったらね必ず一つは買う炊飯器に入れるだけ系のやつですね。これもいいですね。まさにここにねもち米が結構たっぷり入ってますよね。このもち米を洗って炊飯器に入れて中に入ってる調味液を入れて炊けば OK っていう感じだそうです。ちょっとキノコとか追加して秋っぽいねご飯の一つとして出そうと思います。こちらも後ほど作ります。はい、では次はこちら、もへじの塩けんぴ228円です。こちら国産のさつまいもを高知県の室戸海洋深層水の塩を使って塩の効いた甘辛味に仕上げましたということで、カルディって芋けんぴ割と種類豊富じゃないです。いつ行ってもいろんな種類の芋けんぴあるんですけれども、ちょっとこちらはねしょっぱ系なのかなと思って試しに購入してみました。成分がすごくシンプルで、さつまいもと植物油、砂糖、食塩だけですので、そこもすごくいいですよね。よいしょ。はい、中はこのような感じです。結構細めなんですよ。芋けんぴのね太いやつ、私もう歯が心配で食べれないんでこのぐらいの細さがねありがたいですね。私妊娠中に歯が欠けてから世の中の食べ物を歯に優しいか優しくないかでまずは分けてね考えるようになりました。なんかお医者様曰く子供の時って結構こう硬い食べ物を食べると歯が鍛えられるみたいな、顎にいいとか言われたりするんですけど、大人の歯はもう硬いものを食べても鍛えられることは全くなくて、ただただ傷ついていくだけらしくって、むしろねいたわって大事にしないといけないらしいんですよね。なんでちょっと芋けんぴもね細めのものを購入してみました。食べてみます。あ、美味しい。もっとなんか塩の粒をしっかり感じるぐらいしょっぱいのかと思ったら全然そんなことないです。普通の芋けんぴよりもちょっと甘さ控えめなのかなぐらいの変化ですね。でもそれがめちゃくちゃ美味しい。なんかいくらでも食べれそうな味です。これはいいですね。罪悪感少なめだし、これからも買おうと思います。はい、そして次はこちら、キャンベルのスープカップ1280円です。こちらなんと数量限定のキャンベルのインスタントスープ3袋入りとカップが付いているもので、すごい可愛らしいですよね。開けてみます。このような感じです。スープカップの取扱説明書にコーンポタージュスープが3袋入っております。おお、あ、結構大きめ。あ、いいですね。かわいい。
かこれは、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。あらあら、こんなに可愛いとは、家族の人数分買っておけばよかった。あんまりここはこう深すぎない感じなんですけれども、広めなのですごい食べやすそうですね。数量限定ですので、見かけた方はね、ぜひチェックしてみてください。はい、そして最後はこちら、カフェカルディドリップコーヒーマイルドカルディ599円。カルディで売っている定番のレギュラーコーヒーです。こちら以前買った際にすごく美味しくって、なんか手軽にこんな本格的なコーヒーが飲めるんだと思って、すごい満足度高かったので、今回もねリピート購入しました。まあ、カルディのね定番のアイテムではあるんですけれども、やっぱりいいですよね。毎年冬になるとコーヒーマシーンのね、ちょっと大きくてかっこいいやつがなんとなく欲しい気分になるんですよ。でどうしようかな、買おうかなって思うんですけど、コーヒー豆とかなんか粉を買ったりだとか、あとまたね機械を掃除するみたいな、それを考えるとやっぱりもうインスタントでいいなっていうことで、毎年欲しくなるけどギリギリ思いとどまってます。はい、なので今年もねこちらで冬の間コーヒー飲みたいと思います。はい、このような感じで今日はカルディでの購入品10点約5000円分をご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。今回一つ一つが結構お手頃で細かいものが多かったので、簡単な一人ランチやおやつなどを参考にしていただければ嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今日の動画楽しんでいただけた方はぜひグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。